はい、では琉球アイヌ、これちょっと考えていきたいと思います。今回時代はね、室町時代、ですが、この話ですね、琉球とアイヌの人々がつなぐ交易、これを見ていきます。で、琉球もアイヌも現在も琉球は、まあ、沖縄県、それからアイヌの、ね、文化がある地域というのは北海道ということで、沖縄北海道は日本の一部ですね。しかし当時は日本とは違う形の独立した文化であり国であると、琉球王国っていうのがあり、アイヌの文化圏っていうのがあるということですから、これは、まあ、外国と捉えたらいいのか分からないですけど、これも交易、していたと、これ、ここをですね、ちょっとこう見ていきたいと思います。まあ、現在でいうと日本の一部ですが、当時としては違っていた。その地域のやり取りですね、幕府とのやり取り、これをちょっと考えてみたいと思います。はい、でまず、1番目、琉球王国成立したのが、1429年ですね、まあ室町時代になってからということですが、それまでは琉球王国は、琉球は3つの、ね、地域分かれてて、南山、中山、北山というね、3つの国があったんですね。でその中山国というのが全体を統一したというところで、昭和氏という人物がこの琉球王国の初代国王になってきます。都は首里です。そこにあったのが首里城ですね。現在首里城、まあ燃えてしまったので再建している最中だということらしいんですが、首里城、あれは琉球王国の、まあ、都にあった城であるということですね。はい、で琉球王国って比較、なんだろう、その結構その平和的な国でですね、自前の軍隊というのをこう強力なものを持ってなかったと。で、どういうふうにして、まあうまくやっていたかというと、多くの人、地域のですね、必要なものを運んでいくと。琉球、沖縄って、東南アジアにも中国にも朝鮮にも日本にもこう近いというところで、非常に重要な場所ですよね。だから、結構あそこの国は遠くて魅力的な品物があるけど行けないなっていうところをですね、うまくこう向こうから品物を持ってきてくれて、で売ってあげるというと、すごい喜ばれるんですね。なので、いろんな地域から実はその琉球の、持ってる品物で、琉球産でなくても遠くの品物、これをね欲しいっていうところで、まあ周りの国をですね、つなぐ役割をしていたと。でこれを何というかというと、中継貿易もしくは中継ぎ貿易ですね。まあ、どちら、両方でもどっちでもいいんですが、そうですね、どっちで押しているか書いてあったっけなっていう感じですが、そうですね、中継貿易、ごめんなさい、そう、中継ぎ貿易か、中継ぎ貿易というふうに教科書の方ではね、書いてあります。で僕、中継貿易でも、ね、問題ないと思いますね。で、日本、朝鮮、東アジア諸国とこうやり取りしてる。例えば日本だったら、扇とか、あとその銅とか、そういった品物が、まあ、商品として流通していたりとかですね、武具とかもそうらしいですね。だから、刀とかそうですね。でそれから東南アジアだったら香辛料だったり、あと象牙、象の牙ですね、まあ、こういったものが美術品として使われたりするので、持ってる。まあ、朝鮮だったら朝鮮だ、その陶磁器であったり、または明だったら生糸とか絹織物ですね、とか、まあ、中国製の陶磁器であったりとかいうのがありますよね。なので日本、朝鮮、東アジア諸国、そうちょっと入れてなかったですが、明ですね、明、だからこの中継貿易を利用して、
琉球が中継ぎ貿易という形で東南アジア産の象牙を明に持ってって明のところで、まあ、あのやり取りをすると。で明側の持っている、もの生糸とか絹織物とかそういったものを持って東アジア諸国や、まあ、日本に売りに行くとかそういう形で、こうつないでいるのが中継ぎ貿易中継貿易ですね。はい、でこういった形でいろんな国をつないでいったのが琉球だったんだよとということが、まあ、1点目ですね。でもう一つがアイヌです。アイヌ文化というのが、まあ、成立していたということですね。でアイヌの人たちは、まあ、どういうふうな形で交易をしてたかというと、基本的にはあの海産物ですね、あのこれは鮭とかそれから昆布、そしてあのラッコの毛皮ですね、これをこう取引したりとかしていたようですね。で、あの昆布とか本当にあの、ここで取れたものが京都の方にまで運ばれたりとかして結構大きな影響をあの与えているんだということです。うん、まあ、一方でアイヌの人たちが、どういうふうなものをこうもらっていたかというと、これは米ですね。で今でこそやっぱり北海道って一二を争う米どころですが、やっぱりあのなんだ、品種改良されて、寒さに強い稲、これが開発される前は本当に、作物は取りづらい、地域だったようですね。なので、当時、青森より南の方にいる日本人のことをこれ和人というふうに呼んでたようなんですが、和人が作った米と、アイヌの取ってきた鮭や昆布やラッコの毛皮、これらを交換していくという形で交易をしていました。交易地は土佐港と言われるところですね。土佐港って青森県にあります。はい、でただしこの和人がガンガン進出していったことによって本当に多くのね、アイヌの人たちが困ったようで、これね、アイヌの人立ち上がってます。これコシャマインの反乱ですね。でこれが大体あの80年ぐらい続いたということで、まあ、とっても大きなね、乱だったと思いますね。騒乱がね続いたと。でこの騒乱によってどういうことが起こってくるかというと、あの和人の住居地を 居住地をこう限定していくということですね。で多く展開していかないということが、まあ、定められ、ある種ちょっとね安定した交易体制になっていくと。どこでも住んでいいよっていう感じではなくて、特定の場所に館を築き、そこでやっていく。それ以上はいろいろこうあのアイヌの人たちの生活圏をこう侵害したりしないよというところで、まあ、ある種安定していくようですね。またこういうトラブルっていうのは実は江戸時代にも起こってくるんですが、この時は、まあ、安定していましたということですね。はい、では今回、こんな感じですね。琉球やアイヌから幕府はどのような影響を受けたのかということをちょっと書いてみましょうということですね。まあ、琉球は琉球で、中継ぎ貿易、アイヌもこの、貿易をしていると。だったらそれぞれがどういう影響を受けたのかっていうのをちょっと想像して考えてみてください。はい、以上で終わります。